ドラゴンさん忙しそうだな。なんだか申し訳ないような。ルルアちゃん、ルルアちゃん、ちょっと。ほい。ごめんね、ルルアちゃん。ちょっと頼みっていうか相談なんだけど。チムドラゴンにね、何か贈り物をしたいと思うのよ。ほら、いつもとってもお世話になってるし。いい考えですね、師匠。ドラゴンさんの忙しさの原因が師匠なのは置いといて。大変申し訳ないと思っております。でどんな贈り物が一番喜ばれると思う？そうですね、きっとパイがいいと思います。なるほど、パイか。あの子、チムの頃からパイに目がないものね。なら贈り物はパイで決まりですね。ねえ師匠、もしよければ私に作らせてもらってもいいですか？実は前に約束したんです。いつか美味しいパイを作ってあげるって。まあそういうことならお願いしちゃおうかしら。私が言い出したことなのに任せちゃってごめん。それじゃよろしく頼んだわよ。お任せください。よし、とびっきりのパイ準備しちゃうぞ。補充完了です。目的っと。
感じで大丈夫？これでいいかな？ここが、せーの！いけるいける！できた！どれにしようかな？こんな感じ？はい、おしまい！何を作ろうかな？どれがいいかな？マスター、ナノマスター、どうなさいましたか？いつも頑張ってくれてるチムドラゴンに私たちからプレゼントがあるの。って言っても、用意したのはルルアちゃんなんだけど、ぜひ受け取ってちょうだい。プレゼント？いつも本当にありがとう。
私からもありがとう。いろんな仕事を任せちゃってごめんね。あなたにはすごく助けられてるわ。もうチムドラゴンなしの旅は考えられないくらい。だからこれからもどうかよろしくね。マスター、ナノマスター。はい、もちろんです。まだまだ未熟者ですが、お二人のことは僕が精一杯お支えします。ただやはり一つだけお願いがあるのですが、僕の名前どうにかして変えていただくわけには。ああ、それはダメ。マスター、そこを、そこをなんとか。いやいや、今さら名前が変わったらねえ、かえって変な感じになっちゃうもの。私はドラゴンさんの名前好きだよ。そうですか。まあ、ナノマスターがそういうのであれば。では僕からも改めて、これからもどうかよろしくお願いします。うん、よろしくね、ドラゴンさん。